ちらフードエリアになってたくさんお店そしてスイーツが並んでるんですね。さあそしてこちら、はい、持ってるもの何ですか、葵さん。さあこちら三好さん手作りの暁の桃を使ったクレープです。いただきます。暁の桃もう食べるよ。はい、どうぞ。おお、大きな一口、豪快。おめこ、もちもち。そしてこの桃、ちゃんと桃のザクッという食感ありますよ。福島といえば硬い桃がやっぱり有名ですからね、その硬い桃が味わえますよ。生地どうですか、初めてクレープ作ったということですけど、どうですか、ずっと食べ続けてます、止まらないですか、クリームついてますけど、というかもう止まらないほど美味しいということです、ひんやりしてて美味しい、会場暑いのでちょっとひんやりしたものおすすめです。そうですね、葵さんこのように止まらないぐらい美味しいので、ぜひ皆さんクレープ食べに来てください。お待ちしております。